はいどうもパラプンテ J リーグサッカーチャンネルですということで今回 J リーグ第37節の速報ですねやっていきましょうよろしくお願いいたしますということで速報というところでまだ僕何の試合結果もね知らないんですよね実はねえって感じかもしれませんけどもねお前何それで動画撮んのみたいな感じかもしれませんけどもねちょっとね僕今さっき実は帰ってきてどっからかっていうと、アビスパ福岡と浦レッズの試合を博多まで、見に行ってきましたほんで先ほど、帰ってきたっていう状況には、なってきますでなんかね試合結果はよくわからんけどもネット上がざわついてるみたいなところもありましてこれからこの動画を撮りながら試合結果をね見ていこうと思っておりますんでまあいつも大した話はしてませんけどもいつも以上に大した話は今回しませんそんなに試合内容に触れることはないんで結果と順位表最終節に向けた順位表がどうなってるかとかその辺の話をちょっと中心にやっていこうと思ってますんでいやお前そんな動画ならね 俺見ねえよってね方であればもう全然もうそれはもうブラザーバックってことございましたね、それではじゃあまずどうなってんだろうか見ていきましょうかねこちらというか今僕もスマホでこの試合結果見てるんですけどもあ柏神戸引き分けあ神戸引き分けたかってことはってことはまだ優勝は分からんか次のてか明日広島が行われる結果次第か明日広島がだから敗れたら神戸の優勝かそうかそうか一応神戸の今節の優勝の可能性そうか残ったかあレイソルはこれどうだ追いつかれたのか追いついたのかどっちなんだろうずっとレイソル追いつかれてっていうところだったけどもうまた追いつかれてるじゃんあーそうか55分かそうか55分かなんかネットがざわついていたのはこれかんそうか55分か55分に追いつかれたかこれで5試合連続レイソルが後半この時間に失点するのはそうか5分で先制してやっぱ追加点取れないときついなっていう話はした気がするけどもそうか、そうか、そうかっていう、そうか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 、ゼルビアが勝ったのか、だからさっきちょっと見たけども、ゼルビアが勝ったってことは、そうか、今節のヴィッセル神戸の優勝はないのか、そうか、さっき明日の広島次第って言ったけども、そうか、ゼルビアが今回、そうか、結果残したから、ってことは、そうか、そうか、最終節まで結局わからんちゅうところか、なるほど、なるほど。そうか。ってことは、僕のさっきの前言撤回ですね。ゼルビアがどうも勝ったようでございますんで、そうなれば、ゼルビアが最終節まで、勝ち点差的には3差で可能性残すというところなので、ヴィッセル神戸の今節での優勝はないのか。はあ、なるほど。っていう感じでね、何のね、情報もなくね、ただ、試合見ながらアーダーコーダー言っていくだけの、動画ですけど、レイソル、これちょっときついなーってか、多分サポーターが一番きついか、ちょっと最後順位表見ないとわかんないけども、レイソルは残留決まったのか、決まってないのか、なんとも言えんなー。まあいいや、ちょっと結果、レイソル神戸ドローというところ、ヴィッセル神戸、だから前回ヴェルディに追いつかれたゲームだったけど、逆に今回追いついたっちゅうところでしょう。で、ヴェルディと川崎が4対5。なんかすっごい試合してますね。今年フロンターレこういう試合がなんかちょくちょくある感じがしますが、得点者が、山田選手ハットトリック、ハットトリック、谷口もか。そうか、フロンターレ山田、そう、すごいな。1試合の中で2人ハットトリックって過去あったんかな。そうか、そうか。山田選手ハットトリック。で勝ったのか最後で谷口選手ディフェンダーかディフェンダーがハットトリック決めてますねそうかディフェンダーのハットトリックかなかなか珍しいというかねすげえな谷口さんね僕はこの選手足元が好きなあうまいんで好きなんですけどねへえ谷口さんねハットトリックかで山田が3得点か、すごいな。あ、ミキも決めてる。いいですね。まあ、中とこで、4対5、フロンターレ、なんかすっげえゲームしてますけどもね。で、ゼルビア京都がさっきちょろっと見ました。1対0というところで、得点がオウンゴールか、オウンゴールなんだな。オウンゴールで1対0で勝利と
いうところですね。メンバーまた3142か、3142やってますね。前回も3バックで非常に良かったですもんね、この形でね。というところでゼルビアこれで勝って、最終節逆転優勝へ望みをつなげるというところですね。だからまあ最終得失点差もそんな差はなかった気がするんで、まあヴィッセル神戸が敗れてゼルビア勝てば逆転優勝というところになるのか。なるほどね、分からんな最後までね。で広島が明日ですもんね。で湘南マリノスが2対3ってところで、ここも最後動いてますね。ヤンマテウスが49分に決めているんで、今節はなんか最終盤に、試合の終盤にゲームが動いてますね。レイソル神戸も、神戸が最後に、フロンターレも最後に、でヤンマテウスも最後にみたいなところですね。マリノスはこれで3連勝ですかね。いやーね、ここに来て、あ、ジャンクールードさんが先発で出てますね。ジャンクールードっていう名前がもうね、かっこいいですけどね。なんかね、海賊とかいそうですけどね。ジャンクールードさんが先発で出てますね。ちょっとこれの、あと湘南根本さんも先発じゃないですか。僕の好きな根本さんも先発で出てますね。というところ、結果は、2対3というところでマリノスが勝利ですね。で、新潟ガンバが0-1ですね。新潟ガンバ0-1で、山田、ガンバ山田選手のゴールです。山田ガンバってところでしたね。ガンバ山田選手のゴールで勝利というところですね。いやーね、ガンバ、まあ1点取れば今の守備力であればね、勝てるみたいなところがあるでしょうけども、結果、0-1というところでガンバ大阪が勝利ですね。いや、やっぱガンバは、だからまあ ACL の可能性は最後まで残したっちゅうところで合ってますかね。多分残ってますよね。で、ジビロ、ジビロ勝ってます。SC 東京が敗れましたね。これも山田決めてるじゃないですか、最後。インターハップ山田さんがね、PK か、決めて勝利というとこですね。2対1というとこですね。ペイショット山田の、ゴールというとこで、いやー山田さん最後に決めてよかったですね。途中から入った2人がゴールを決めるという形でございますね。安西ね、僕好きというかちょっと面白いなって思ってる選手なので、ちょっと頑張ってほしい。サイドバックで安西さんまた出ていたんですね。右のサイドバックで出ることありましたけども、今日は左のサイドバックだったようでございますね。まあちゅうところでジュビロはこれ最終節まで残留の可能性を残すと、得失点差はどうなってんだろうなっていうところですね。で、お、名古屋トス03、トス勝ってますね。我が町のサガントスが勝ってますね。中原さんが2ゴールか。まあ、やっぱ中原さんウィングですよね。謎にインサイドハーフで使えたら本当に意味わかんねえっちゅうね、ところですけども、まあ、ウィングで使えばこんぐらいの結果残すねっちゅうところでしょう。まあ、そうか、03か、サガントス勝ちましたね。スリブカさんがまた決めてますね。でも、グランパスは、そうか、ホーム最終戦で03か。まあ、ホーム最終戦とか今回長良川だったからあれか、まあなかなか難しいか、ホームっちゃホームだけどもね、中とこで鳥栖が勝利というところですね。これ最下位脱出に少し希望が見えたか。ほんでセレッソ鹿島は0-2、鹿島が勝利、諸岡スーキマのゴールですね。ツートップがそれ踏みでの勝利というところ。鹿島6試合負けなしでようなございますね。まあ鹿島ね、まあ、来季に向けてというところあるかもしれませんけども、しっかり勝利で飾るというところでございましたね。ターレスさん先発で出てるようですね。ターレスね、僕なんかめちゃくちゃこの選手いいなっていうね、キックの精度高いし長めのパスを蹴れるしね、ちょっとこの選手面白いんで、ちょっとまたねこの試合映像で見てみようかと。でセレッソは山田が先発で出てますね。でサイドバックにタメダが入る。をなかなかいろいろ試してますね、セレッソもね。ちゅうところですね。で、福岡浦、僕が見てきた福岡浦は1対0とね、まあ最後に僕は興梠さんが見ることができてよかったですけども、まあ不甲斐ないゲームだったなっていう一言にはなってきます。で、アビスパは長谷部監督最終戦で、見事に勝利という結果となりました。で、じゃあこれらを踏まえた上で、明日まだその広島、札幌のゲームが残ってますけども、順位表がこちらになってきますね。ちゅうか、今から僕を見るんですけどね。というところで、そうですね、ヴィッセル神戸、ゼルビアが、だからゼルビアが可能性を残したっていうゲームですね、得失点差でやっぱ並んでますね、22か。だから、まあ、ヴィッセル神戸が負けて、ゼルビアが勝てば、ゼルビアの、優勝というところですけども、それも明日の広島の次第ですよね。広島が勝って、
たら、だからまあ引き分けでもいいか、広島は引き分けでも優勝の可能性残すんで、最終節三つどもえになる可能性が高いと。で明日だから札幌どうでしょう。で札幌はだから、うん、札幌は札幌の降格は決まったのか。ああそうか、札幌そうか、札幌これで、ああこれ辛いですよね。そうか、最終戦じゃなかった、そうか、明日のゲーム待たずに降格ってことか。そうか、これは辛いなあ。もう多分広島でしたよね、明日札幌のゲームって。広島でのゲームだった記憶があるんで、そうか、サポーターさんの中ではもう広島に行ってる方が多分ほとんどなのかな。いやー、ちょっとサポーターさんにとっても辛い結果かな、今節の結果っていうところはですね。そうか、そうだよな、ちょっとな、そうだよ。だからレイソルが敗れてたら勝ち点40で、札幌2連勝だったら分かんなかった。逆にレイソルはだから最後のジュビロ戦の結果次第だけども、ジュビロの得失点差的にはどうだこれ。新潟レイソルはもう大丈夫かなこれ。っていうかそうだよね、多分レイソルは得失点差的にはもう大丈夫な気がするけども、ジュビロ新潟ここがまだ分からんか。だからジュビロが 2-0 で勝って、ジュビロが 2-0 で勝って新潟が 0-1 で敗れるようなことがあれば得失点差でも並ぶ、総得点はジュビロが上っていうところなので、ジュビロは複数得点つけて勝ってあとは新潟の結果待ちみたいな、これはちょっとわからんな。最後まで17位18位のところに関しては、柏レイソルはもう大丈夫な感じがしますけども、新潟がまだわかんないっていうところか。これ得失点でジュビロの最終戦がグランパスに3点差つけて勝ったサガン鳥栖ですね。最下位とはいえね、ここに来て、まあ、調子が悪くない、むしろ上がってるサガン鳥栖が相手なので、ジュビロの簡単な、ね、順位以上にこう簡単な、ね、ゲームにはならないと思うんですけども、しかしちょっとね、最終節まで残留の行方は分かんなくなりましたね。得失点差的にレイソルかジュビロかみたいになったら、ね、ジュビロきついなっていう感じがしましたけども、ただ新潟がその最後の対象みたいになればなったっていうことにはなるんで、最後の最後まで優勝も、残留争いもわからんっていうところで、ございます。さあどうなるか最終節と、まあそして明日広島がね、しっかり最低限引き分けか勝つかによって結果あのあれですよね、だからね、優勝の可能性残すがありますんで、さあどうなるかというところですね。はい、中毒で以上です。以上パルプンテジェルサッカーチャンネルでございました。よかったらチャンネルマッサナ。